外周に機械式昇降計を模し中央に TCS 表示を加えた TCS ディスプレイ装置水平姿勢指示計と一体化した TCS ディスプレイ装置空中衝突防止装置とは航空機同士が空中衝突する危険を抑える目的で開発されたコンピュータ制御のアビオニクス装置である。地上の航空管制システムには依存せずに航空機の周囲を監視し、 空中衝突の恐れがある他の航空機の存在を操縦士に警告する。国際民間航空機関が搭載を義務付けている航空機衝突防止装置の実装の一つであり、日本では最大離陸重量5 7 0 0ラムまたは客席数19を超える航空機に対して適用される。現代のグラスコックピット機では広報ディスプレイに統合されている。 古いグラスコックピット機では垂直速度計や電子式、水平一指示装置と一体化した TCS ディスプレイが搭載されている。また、機械式計器の航空機への追加用として TCS ディスプレイが販売されている。少なくとも1950年代以来、衝突防止装置についての研究が進められてきたが、連邦航空局などの当局が動き出したのは、 次のような多数の人命が失われた悲劇的な空中衝突が起きてからである。TCS では適合するトランスポンダを装備したすべての航空機間で通信が行われることが必要である。TCS を搭載した各航空機は定められた範囲内にいる他のすべての航空機 2030MHz の周波数で問い合わせを行い、他のすべての航空機は 滝からの問い合わせに 1090MHz で応答する。この問い合わせと応答の繰り返しは毎秒数回行われる。こうした継続的な往復通信を通して TCS システムは空域に存在する航空機の相対位置や高度や速度を組み込んだ3次元の地図を作り上げる。その後、現在位置データから将来の位置を推定して潜在的な衝突の恐れがあるかどうかを判断する。 TCS とそのアシュが対話できるのは正常に動作しているトランスポンダを積んだ航空機だけであることに注意しなければならない。適合するトランスポンダを搭載した航空機からは識別し、現在位置、高度、待機速度のような情報を含んだ放送型自動、従属監視信号が送信される。この信号は TCS の応答と同じ 1090MHz の 周波数で送信される。ADS-B メッセージを処理できる TCS 装置は通常の TCS メッセージとともに ADS-B メッセージを使って予測能力と状況表示の強化が可能となる。この方法はハイブリッド監視と呼ばれている。能動的な TCS で監視できる40回りの範囲に比べると ADS-B では約100回り以上の 遠距離から受動的に受信できるという事実からだけでなく ADS-B メッセージには追加情報が含まれていることで予測能力が向上する。ADS-B メッセージの中にある識別情報はコックピットディスプレイ上で他の航空機にラベルを付けるために使ったり状況認識を改善することができる。ハイブリッド監視を使った場合でも TCS の基本である衝突防止機能に変わりはない。ADS-B 信号はフライトレーター24により誰でも参照することができる。TCS-I は第一世代の衝突防止技術である。安価ではあるが、現代の t c s ーシステムほどの能力はなく、ある時にはゼネラルアビエーション用である。TCS-I システムは航空機の周囲の交通状況を監視し、 他の航空機の大まかな相対位置と高度に関する情報を提供する。さらに接近情報として衝突警報を出す。他の航空機が近くにいる場合、TA はトラフィック、トラフィックの音声で操縦士に警告するが、回避方法までは指示しない。どうするかを決めるのは操縦士に委ねられており、通常は管制機関の支援を受ける。危険がなくなれば、 クリアオブコンフリクトの音声で示される。TCS2 の監視範囲 TCS2 は、第二世代かつ現代の TCS であり、大多数の民間航空機で使われている。監視範囲は半径約40回りである。TCSI の機能をすべて含み、さらに危険を避けるための回避指示を、音声とディスプレイで操縦士に指示する。延長方向に飛行経路の変更を伴う場合は、 カレクトビラと呼ばれ、デッセンド、デセンドあるいはクライム、クライムといった音声で操縦士にコードを変えるよう指示する。延直方向に飛行経路の変更を伴わない場合は、プリベンティビラと呼ばれ、現在の飛行経路から逸脱しないようにモニタバーチカルスピードというような音声で警告が発せられる。操縦士に指示を出す前に、TCS2 システム同士で、 回避指示の調整が行われる。その結果、ある航空機に降下が指示されれば、別の機には上昇が指示され、2機の距離間隔は大きくなる。回避指示の調整は機体に搭載されている TCS に割り当てられている固有番号の代償によって行われる。例えば大きい方が上昇、小さい方が降下というように。二千六年の時点では ICAO の a c a s II に適合した。 実装は TCS2 のバージョン7.0のみでロックウェルコリンズ社とハネウェル社の2社から提供されている。2008年には TCS2 バージョン7.1の期日基準が承認され、逐次バージョン7.0からの回収が開始されている。エアサでは2012年3月1日以降の心臓器への装着、並びに2015年12月1日までに 既存の機体の回収を義務付ける提案がなされたが、最終決定に立っていない。TCS3 は、次世代の衝突防止技術で、ハネウェル社のような航空関連企業で、現在活発に開発が進められている。TCS3 は、TCS2 システムの技術的性能を向上させ、接近情報の提供と、垂直方向だけでなく、 水平方向も使って操縦士に衝突回避を指示する能力がある。例えば、正面から接近する状況で、ある航空機にターンライト、クライムと指示が出れば、別の機にはターンライト、デセンドと指示が出ることになる。そうすることで、水平方向と垂直方向の両方で、航空機同士の間隔をより大きくすることができる。シーラス SR22TN のコックピット。 左側の画面中央に水平姿勢指示系と一体化した TCS 表示がある、まれに誤警告はあるものの、操縦士はすべての TCS メッセージを本物の警報として優先的に即刻対応せよと厳格に命じられている。TCS よりもさらに優先されるのは、対地接近警報装置の警報、失速警報及びウィンドシア警報のみである。FAA や、 その他ほとんどの国の機関では TCSRA と航空交通管制の指示が食い違う場合には常に TCSRA が優先すると規則に定められている。これは仮にある航空機が TCSRA に従い別の機がそれに反して ATC の指示に従うと例えば2001年1月31日に静岡県上空で発生した日本航空機スルガワン。 上空にアミス事故や2002年7月1日にドイツで発生したユーバーリンゲン空中衝突事故のような空中衝突を起こしてしまうからである。ユーバーリンゲンでの事故では双方の航空機に TCS2 が搭載され正常に動作していたが1機は TCS の指示に従いもう1機は TCS を無視して ATC に従ったために致命的な衝突が起き 墜落に至っている。小型機に搭載ゲームはないが、長軽量ジェット機や単発レシプロ機の高級モデルを、中心にグラスコックピットが普及しており、標準装備となった機種も増えている。航空法試行規則だ147丁だ1個号、航空機衝突防止装置が作動した、際の運用の指針の GA、ハットイントロダクション i o 2 TCS-2 バージョン7。 リバイシングザ・ TCS2 マップスハット・ TCS2 バージョン7.1航空法施行規則第147条、不足平成11年6月11日海湯、症例、第25号 USACFR121.35625.224129.18、135.180コリジョンアボイデンス、システム、ハット・ジャー・オプス1.668エボーン・コリジョン、 アボイデンスシステム、ハット ACAS2 エキパージュリクワイアメンツ欧州、航空広報安全機構、オーストラリアシビルアビエーションレギュレーションズ1988、パート14ディビジョンのエアボーンコリジョンアボイデンス、システムズハット、エワースナスノーティスナンバー24。ありがとうございます。